俺の股間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、ガチャの方いろいろ実装されました。東京グルコラボですね。実装されて、そのガチャが一部で無料配布されていると思うんですよ。そんな中で気になるのが、まあ、皆さんですね、やっぱり無料配布で金額が出るのかっていう部分ですね、もう結論出てますんで、まあ、結論を話していきながら僕も検証していこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、というかやっていくわけなんですけれど、まあ、右上にありますですね、まあ、コラボページですね、飛んで、で、これの画面の左上の方ですね、こちらを押していきますね。で、こっからまあ、その、ガチャの方がですね、受け取れると思います。今回の東京グールのガチャなんですけれども、これで金枠出るか皆さん気になりませんが、もう結論出てます。僕はリスナーさんから結構ね、いろんな方から情報提供していただいて、金枠アイテム出されている方いらっしゃいます。はい。もうなんで知ってるんですよね、これ金枠出るの僕。なんですけれど、まあ一応僕もですね、キャラクターの方をいくつか回しておりまして、まあちょっと今回ですね、まあ僕も加えて検証していこうかなと、ちょこっとですね、キャラクターの方を回して検証していった後、じゃあまあ普段キャラクターとか保管されていない皆さんもですね、こちらの方を回していける方法というのも、まあ、早速ちょっとやっていこうかなというふうに思います。じゃあ、とりあえず受け取っていきますね。これで、受け取っていきます。受け取って、回すことができるっていうわけですね。まあ、いろんなキャラクターで回せますんで、僕は今日、早速やっていこうかなというふうに思います。これで、一応まあ受け取れます。で、今からですね、いろんなキャラクターで、今のやつをですね、受け取っていこうかなというふうに思います。出なかったですね、僕は。ただまあ出ることは分かっているんで、まあいいでしょう。はい。で、まあ僕は普段からですね、アカウントを保管しているんでいいんですが、まあそうしていない方に対してですね、まあ今回は、そういった方用の、何も普段していない方用のですね、周回方法っていうのを伝授していこうと思います。今持っている、これ出しているのは初期アカウントですね。早速まずログインしてキャラクターの方を作っていきますね。はい。はい、というわけで入ってまいりました。まあこうやってキャラクターを作って、で、とりあえず右部開いてから、作ってすぐはですね、初日ログインボーナス、テーマの体験しか受け取れないんですよね。まあ、なんで、こっからですね、一度、まあ、イベントの方にですね、桜祭りのイベントがあると思います。この、まあ、嵐の半島の桜見るイベントですね。これをちょっとしていきましょう。嵐の半島をソロで普通に入場して、で、その湖の島の上空を通ればいいんで、はい。それを早速やっていきますね。OK です。上空取ったんで、まあ、このまま戻りましょうかね。で、戻ってまいりました。そしてですね、まあ、イベントの、まあ、先ほどのですね、まあ、これ受け取ってから、ここからですね、倉庫で勲章に変換しますね。で、これをそのまま使います。まあ、初日はこうやってですね、まあ、違うガチャの方をとりあえず回しておいて、で、まあ、ついでにね、この金券物資ガチャ1回引いたらもらえる、この、特典ももらっときましょう。で、まあ、このアカウントを設定の方からユーザーセンター、左下のユーザーセンターを開いて、引き継ぎコードとパスワードの方ですね。で、これを発行してメモって保管しておく。これを周回しておいて、次の日になったら、またこのアカウントに再度ログインすると。再度ログインしてから、ログインボーナス2日目以降を受け取ると。受け取った後、もう一回引き継ぎコードとパスワードを発行して、で、それでから、次の日も入って、東京グルのガチャ、2つに入る方を受け取ると。で、4日目になったらですね、違うログインボーナスが受け取れて、まあ、例えば、まあ、こちらのね、4日目のログインボーナス、栄光勲章のかけら8個のやつを受け取れますんで、これと、さっきのですね、余りの2個を足して、またガチャを回していく。まあ、ついでに、まあ、引き直しカードも使ってから回していくみたいな風にして、で、5日目は、こちらのですね、東京グールのガチャ、この5日目のやつを受け取ると。で、6日目、またこれ、アイコン枠になっちゃってますけれど、もう6日目入ったら次は、まあ、イベントの方ありますですね。こちらのですね、東京グール撃破特訓ってやつですね。まあ、これの25人撃破のガチャの方ですね、ルームを使って受け取ると。で、7日目になったら、次は、こちらですね。ログインボーナスの7個目のやつを受け取るというわけで、まあ、これで、まあ、アカウントを保管しながら、まあ、アカウント増やして、で、なおかつですね、まあ、リスマラも回していける、準備されていないことも回していけますんで、よかったらこの方法ですね、されてみるといいと思いますね。はい、というわけで、今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうと思います。で、まずこちらですね、東京グールガチャ、新ガチャと旧ガチャ、どっちを引いた方がいいんですかねと。もう欲しいものがある方を引いたらいいんじゃないですか。まあ、特に欲しいものがあるっていうわけじゃなくて、まあ、何でもいいよっていう方はですね、まあ
新ガチャじゃないですかね。まあ、新ガチャはまず350連で、金枠の車両スキンが確定で当たるっていう風な機能がありますね。まあ、これはまあ350連回さんだけので、まあ、ないものっていう風に置いといて、まあ、そうじゃなくてもですね、金枠の確率っていうのが、まあ、新ガチャの方が 0.6% ですね。はい、高いという風になってますので、まあ、無難に新ガチャじゃないですか。うん。まあ、目立ってその旧ガチャ回すメリットっていうのがそんなにないんで、まあ、唯一あるとすれば、金枠の車両の確率配分が優秀なんで、もしもその前のですね、前回の金車持っているのであれば、ワンチャン金チケット狙いで回すぐらいが、まあメリットじゃないですかね。で、次ですね、スコアさんのガチャ動画って、1万円だけ入れてますか ?150 回で金額もらっていたので、と。150回で金枠確定っていう、まああのアイコンが埋まるのは、別に150回回してなくても、金枠を出した時点で埋まりますよ。もしかして僕が1万円だけ課金したっていう体で、何回も何回も動画撮り直して作った動画っていう風に思われているんですかね。まあ、ステアカみたいなアカウントでコメントされているんで、そういうことなんかなっていう風に思いますけれど、どうですか。で、次ですね、コスパ的にはガチャと購入パック、どっちの方がいいですかと。まあ、どっちを回したいかっていうところによるんじゃないですかね。普通にコラボレーションのガチャをより多く回したいっていう風に思われているのであれば、普通に回して10連得点をもらった方がいいと思いますね。対しまして、まあ、何でもいいから金枠欲しいなっていう風に思われている方は、まあ、栄光物資の確率も金枠に含めまして、パックの方がお得かなっていう風に思います。まあ、欲しいものによって、まあ、どっちを使うかっていうのを書いていった方がいいのではないでしょうか。で、次ですね。確率絞られている勲章で引き直ししたら、確率どうなりますかと。昔僕がですね、完全に金枠が制限されている勲章を使って、引き直しカード使ったんですよ。ちょうど1年前ぐらいですね。それで僕、出したんですよね、金枠。まあ、なんですけれど、それ1年前なんで、まあ、今もそういう風になっているかは謎ですね。ただ1年前は行きました。はい。で、次ですね。僕の名前の由来って、スコアラーですかと。そうですよ。まあ、僕野球してたんですよね。小中野球していて、小学校ソフトボールなんですけれど、まあ、一応野球してましたね。はい。中学までやってましたが、中学で僕、肘とかで壊して、まあ、ちょっと、球投げれなかったんですよね。今でももう球、塁間ギリ届くか届かないかぐらい、サードからファーストに投げたら、もう余裕でワンバンするぐらいしか投げれないんですけれど、まあ、投げれないからってことで、スコアラーしてたんですよね。だから、スコアラーですね。はい。またいつか野球やりたいなっていうふうに思っているんですよね。いろいろ落ち着いたら、なんか草野球チームでも探してですね、入ろっかなっていうふうには、ちょっと思ってますね。まあ、子供の時に周りにいた選手とか、あと、敵チームにいた選手とかがですね、今、プロとかで活躍していて、意外となんか世間って狭いなっていう風に思ってますね。誰かは言いませんけれど、めちゃくちゃ大活躍してるんですよね、何人か。いや、すげえなーと思って、あいつが、そっか、あそこまでするか、みたいな。いや、確かに上手かったけれど、そうやってみんな成長していくんだなっていう風に思ってて、いや、なんかすげえなって思いました。で、次ですね、復帰得点どうやったらできますかと。まあ、復帰得点はですね、7日以上放置したらできます。でも、どんなキャラクターでもできるわけじゃなくて、レベルによる制限があるんじゃないかっていうのは言われてますね。レベル5以上でいきますよって人と、レベル15以上じゃないとダメですよっていう、その二人の人がいて、まあ、確かに15以上の方が発生しやすいなっていうのは思ってますね。まあ、データがたくさん蓄積したら、またまとめると思いますんで、その時よろしくお願いします。